誰が天国の所有者でしょうか心の貧たい人々義のる人ためにい害される人々ですそし人たち言われましるた義のために迫害される人々は幸いである天の国はその人たちのものであるシャロン伝道しましょう 私は UD 伝道師です。今日も主の恩恵を分かち合いましょう。この救済誌シリーズを毎週月曜日10時からお伝えしています。この救済誌シリーズの3冊目の本、消えることのない灯火しについて勉強しています。<noise> 天国の所有者は誰かということについて勉強しています。しますそして、主により祝福された人です。そのまず祈りましょう。主を感謝します。主は私たちと共にいてくださり、私たちを祝福してくださいました。今日も私たちは御言葉を勉強することを望みます。 私たちは主の命の御言葉だけが私たちは新たな元のものとしてくださり私たちを日々守ってくださることを信じます。主エスの名において感謝をして祈りますアメン今日の説を一緒に読みましょう。ママタイの5の10です。<laughs> また5の0義のために迫害される人々は幸いである、天の国にはその人たちのものである。今日の題名は天国の所有者の2番です。前回の勉強でダビデは神の救いの中で人生を始め、 生きててそしし終わらせましたダビデのために主が将来のメシアの王国を与えられました特に新約ではイエス様はどのような人が天国に入る資格があるか天の国に,について イエス様、先ほど私が言った通りに、2つのことを言われました。この主の王国に入る資格がある人について2つ言われました。1番目は心が貧しく常に神に頼っている人。2番目にイエス様のため、御言葉ばのため、義のために迫害されている人々です。 今日は私たちはこの2番目、義のために迫害される人々は幸いである天の国はその人たちのものである。まず最初に天国の祝福について見てみ,てみましょう。 マタイの5の10、マタイの5の10、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。マタイの5の3、マタイの5の3でも、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。 天の国とは何でしょうかそれは神によって支配された王国です。そして現在と未来の天国があります。未来の天国とは私たちが復活と変化によって所有する国です。 参考までにテ1テサロニケの4の16から171コリントの15の51から53今日も天国はあります将来の天国を待っている今日にも天国を体験しています 今日の私たちの生活が困難や苦難に満ちていることがでしょうしかし天国を持つということはそれを受け取る人々が祝福されるほどの喜びと平和ですです,ですからマタイの5の3と5の10どちらも 彼らはと述べていますこのマタイの5の3と10は現在形です天国というのは未来のことですがこの現在の私たちにも与えられています 今日、信仰を持って天国を楽しんだり体験したりする人々もいます。しかし、この地上に住んでいる間に天国に参加したり、天国を体験しない人もいます。このことについて、まだ初めてこの御言葉ばについて聞いたことがないかもしれません。ユン・ボクシも言われました。 2週間前の午前の礼拝で言われました。インボクシの礼拝でも人間が神のことを経験しなければならないと言われたのです。日々経験する人です。 天国というのは後だよ、もっと後だよという人はいるかもしれません。そのような人は天をまだ味わうことのない人です。そして、ただ不平を言っているだけでいつも不満な人々です。ですから、この幸せな人というのは。 この天国とその祝福について2つの方法で話をしていますどのような祝福なのかを見てみましょう2つのことの1つ目は天には大きな報いがあるです報いというのは ヘブライ語ではミストスで給与、賃金を意味します。マタイの5の1二、マタイ五の十二、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある。ここで書かれているように、天には大きな報いがあります。 私たちが教会やあるいは信仰生活の中で報酬をするときに報酬があります。あめみこ言葉が約束をしているのです。目視録の22の12、目視録の22の12、見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。 私たちの信仰に従って行いをするのです。主が報いを備えてきて、それぞれの行いに応じて報いると言われています。神様が私たちの行いに応じて報酬をくださるのです。 そしてマタイの5の12マタイ5の12では大きな報いと言われています。ルカの6の23ルカの6の23その日には喜びを踊りなさい天には大きな報いがあるこの人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。 ここで天には大きな報いがあると言われています。ルカの6の35ののしかしあなた方は敵は愛しなさい。人に良いことをし何もあてにしないでかしなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方のことなる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。 ですから神が私たちに私たちが行ったことに報いてくださるということです。 ですから私たちは神に使いましょう。神にも教会にも主の、主に栄光を捧げるために使いましょう。マルコの10の29から30には何と書かれているでしょうか。マルコ10の29、イエスは言われた、はっきり言っておく私のため、また福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子ども、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが。 Ie, saudara, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai panennya dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ini Up ah, up ah 私たちのために準備された報いです。そして2番目に受ける私たちの恵みは何でしょうか。彼らは預言者と等しいのです。 このアカネの歴史の中の偉大な人々である預言者であるダニエル、いザれエゼケールと同一視されていると言わ,れる言われています。私たちが今、頻繁に勉強していることは誰でしょうか預言者エゼキケールです。私たちが迫害を経験した場合には、私たちはこれらの預言者と同じレベルに置かれるということです。 想像できますかマタイの5の12先ほど読んだように先ほど前半を読みましたが全部読んでみます。「マタイの5の12」「喜びなさい」「大いに喜びなさい」「天には大きな報いがある」「あなた方より前の予言者たちも同じように迫害されたのである」「従って神は迫害を経験した聖人を予言者と同等にしました」 ヘビライの11の36から37、ヘビライ11の36から37。他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で撃ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らし猫と欠き、苦しめられ、虐待され、 これが預言者が経験したことです私たちがこのような偉大な預言者たちと同じ立場に置かれるのであれば私たちが受ける迫害を喜ぶのではないでしょうかですからエイエス様は言われました「喜びなさい大いに喜びなさい」と言われましたこれは祝福です 迫害されるる人々が受ける祝福ですこの天を受ける人々は大きな報いを受けます。そして預言者と同じレベルになります。また戻ります。この迫害される人々というのはどのような人々でしょうか一番目に、義のために迫害される人々。 マタ,ののマタイの5の10で書かれていることは義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。自分の罪で迫害される人もいます。 しかし、このような自分の罪で迫害される人々には報酬はありません。しかし、主の御言葉は言われました。私たちが義のために迫害されるのであれば、報酬を分けるのです。ここで言われている義というのは何でしょうかイエス・キリストです。 イエス・キリストのために迫害された人々だけが幸いであると言われていますマタイの5の10は義について語っていますなぜなら義のためにです11節では何と言われていますか私のためにと言っています マタイ5の11、私のために罵られ、迫害され、身に覚えられないことで、あらゆる悪口を浴びさせれるとき、あなた方は幸いである。イエス様は義の真実です。ですから、マタイの5の10と11では、 何かのためにを意味すること、原因にある理由によって、ヘブライ語ではエネカという言葉があります。このエネカというのは何かの理由のために、ある決まったこの理由のためにという意味です。私たちがイエス様のために迫害をされるとき、義のために迫害されるとき、御言葉のために迫害されるとき、これは祝福なのです。 この世にはたくさんの教会がありますすでにたくさんの教会があるのでたくさんの迫害があるわけではありません イエス様の時代や最初の頃のローマの時代、使徒の頃の時代には迫害はありません。すでに迫害はなくなっています。すでにイエス様迫害する人はいません。 ですからイエス様のために迫害を受ける者というのは誰のことでしょうそれは難しく考えるかもしれません。私たちが行うことは伝道することです。この救済士の御言葉は2010年から韓国語でまず発行され、現在までたくさん広められています。 そして私たちがこの救済誌の方を人々にあげたり祈りをしたりその皆さんの教会のために皆さんの信仰のために皆さんの救いのためによりたくさん聖書を理解することができるために今は。 聖書を読むこと、救済誌の本を読むことが最も重要です。そのように言ったときには多くの反応があります。すぐに断る人もいるかもしれません。これは何かなこの本は何かなあとで置いとこう。これは何だろうこの本。 総理、牧師になるんですか、うん、もうメッセージを送らないでもう頭が痛いという人もいるかもしれません。私、自分の教会だけでももうたくさんなのにもう頭が痛いからもう十分だという人がいるかもしれません。 このようなことは私たちがこの御言葉のために迫害を受けるのです。この救済士の御言葉のために、イエス様のためには迫害を受けているのです。ですから私たちがこのような拒否を受けるのであれば、多くの人々に知らせるときにも、私たちが心の中で苦しいと思わないでください。私たちは喜ばなければなりません。そして祈り続けなければなりません。 主よそのような人たちに慈悲を与えてください。彼らの心をかたくなりしないでくださいと伝えなければなりません。なぜなら私たちは天の国を所有する人々です。私たちがこの預言者の人々は多くの人々に拒否されました。しかしそのようなことがあるときにも私たちは感謝をしなければなりません。 しかし私たちはそこで止まるのではなくこの救済士の御言葉を伝えて続けなければいけません多くの人々が私たちや教会について誤解をするかもしれませんしかし伝道し続け祈り続けてください私たちは預言者たちと同じレベルなのです私たちは右手を神に強く捕まってもらっているのです 次に、イエス様のせいで邪悪なものの全てに非難され、迫害され、中傷される人について見てみましょう。迫害される人たちは何を経験しているのでしょうか この悪いものに非難され、迫害され、中傷されるのです。マタイの,の私のために罵られ、迫害され、身の覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。ここで悪口を浴びせられるというのは、ヘブライ語ではオネイディゾウと言います。 叱る、侮辱する、批判するという意味です。イエス様はこの十字架で同じことを経験しました。マタイの27の44、マタイ27の44、マルコの15の32、マルコの15の32。のの32私たちはダビデの人生について、 伝えて学びましたダビデがこの御言葉を伝える時にも多くの人々から侮辱され批判されました王の国について言う時にもそのようにされました 私たちが救済士の御言葉を伝える時にも同じことを経験するかもしれません。しかし信じてください。人々がいます。あなたは何を知っているのか私はすでにこの学校を出ている、そこを出ている、そこの進学校を出ているのだ。すでにもう何年も経験がある。あなたはどこの人だもち私に教えようというのか。そのように批判されるかもしれません。 しかし一つのことを信じてください。神の栄光はいつも私たちと共にあります。アメン。1ペトロの4の14。1ペトロの4の4 14。あなた方はキリストの名のために避難されるなら幸いです。ここで避難されるというのはオネディゾーです。栄光の霊すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。 私たちが悪口を浴びさせられるときには、信じてください。神の栄光が私たちの上にとどまっているのです。そして2番目には、邪悪なもの。この邪悪なものは、ヘブライ語ではポネロスと言います。

ダビデが逃げていたときに、アブサロムの迫害から逃げていたときに、そして何年かしてアブサロムは死に、ダビデはエルサレムに戻ろうと願いました。そのときに、絵札の民とイスラエルの他の民がぶつかりました。彼らは一つのことで問題がありました。 ユダの民は自分の民から来ると言いました。王は自分,自分の民から王を迎えれていました。その時あなたはどこにいたのだアブサロムが死んだ後、 イスラエルの民は私たちが王を迎えに行こうとしたのにあなたはどこにいたのだろうかサムエル・ゲノ19章サムエル・ゲノ19章の41から43サムエル・ゲノ19章の41から43を見るとユダの民は イスラエルの他の民よりも厳しいことを言いましたこのユダは心のユダの人たちが心を痛んでいたのでイスラエルの民たちは何と言ったでしょうかこの人たちは私たちの心を傷つけるそしてセバという一人の王を立てました このユダのためは誰だろうか私たちは一緒にすることはない。私たちの王を立てよう。それぞれが反乱を起こしました。何のためでしょうかそれは言葉によるのです。他の人に他の人の心を傷つける言葉によってだったのです。そのような迫害を受けることがありません。 イエス様を知らない信じない人々からイエスのことを信じない人々に同じようなことをするのです1ペトロの3の。1ペトロの3の10。これは誰のための言葉でしょうか他人を傷つける言葉で言葉で傷をつけるのです。 私たちはイエス様から、主の御言葉から私たちが警告を受けることができます。1ペトロの3の10。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、生を否して、悪を言わず、唇を閉じて偽りは語らず。悪いことを言うことによって、出来事。 またこの3ヨハネの1の9の10にも書かれています。シトヨハネは伝道しようとしたのです。しかしヨハネについてすごく悪いことを言う人がいたのです。 私たちは心の役目だ。なぜこのヨハネという人が来るのか。私たちのここは私たちの領土だという人がいるのです。これは3ヨハネの1の9から10でした。結論です。イエス様が丘の上で伝えた幸せの人については天国の所有者から始まります。そして話の最後も。 天国の所有者について同じことを話します。この天国の所有者については、最も大きくて最も幸せなことです。心が貧しく常に神に頼っている人々、そして御言葉の義のために迫害されている人々、イエス様のために迫害されている人々が天国の所有者です。 私たちが迫害された時は何をするべきでしょうか私たちが義のため、イエス様のために迫害される時は何をするべきでしょうかこの救済誌を伝えようとした時に迫害された時はどうすればいいのでしょうか何をすればよろしいでしょうかこの迫害されたという言葉はヘブライ語でアイディオーコーです。これは誰かを逃げさせたり、 追い払ったり、あるいは嫌がらせをしたり、邪魔をしたりすることです。ですから、ここでの迫害されたという言葉は、一時的な迫害ではなく、抑制し続ける迫害です。続けるものです。では、質問です。 このような迫害に直面したとき、私たちは何をすべきでしょうか一番目に最後まで耐えることです。マタイの24の12、マタイ24の12。 不法が満ちるので多くの人の愛が冷えよう。このマタイの24の住人は最後の時の状況です。無法状況です。ヘブライ語にはアノミヤと言います。常識はもはや機能しません。大きな迫害がよりたかれるのです。 この常識がすでに機能しません。信仰はこの社会では価値がありません。信仰がある教会に行くのかどうしてというのでしょう。自分自身で見るからいい、教会、神様というように信仰する人がいなくなってしまうのです。そのようなことがより多く。 起こるこるとでしょうこのような迫害が起こることでしょう精神的な迫害です。 マタイの24の 13, マタイ24の13しかし終わりまで忍ぶ人こそを救われますですから私たちは最後まで耐える必要があります目視録13の10黙録13の10らわれるべきものは囚らわれていくここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である目視録の14の10人 イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である私たちが迫害が来た時にも最後まで耐え忍ぶことが必要です2番目には 私たちが行わなければならないことは、私たちは迫害する人々を宿泊して祈ることです。これはとても難しいことです。私たちが迫害されて、心は私たちを認めます。私たちの考え方にも。しかし私たちがその人迫害する人を、どうかその心を柔らかくするように。 どうかその人は何をしているのか分からないのです。その人をどうか許してあげてくださいと祈らなければなりません。しかし、そのようなことはなかなか難しいことです。しかし、本当に普通であればこの心の中ではなんてひどい人だ。いやもしこの機会があればよし、今に見てろというふうに普通はより私たちにも怒りが発生してしまうことでしょう。 私たちを傷つめるような言葉が来るときには、自動的にはどうでしょうかなんだってというふうに、私たちも怒りと大きな声で対抗してしまうことでしょう。私たちも熱くなってしまうかもしれません。しかし、アドバイスは、 私たちは迫害する人々を祝福して祈ることです。非常に難しいことです。ですから、今から私たちは準備をしておかなければなりません。たとえ迫害されたとしても、そのような人々を祈らなければなりません。今の時から私たちが心を準備していないと、聖霊とともに準備をしなければ、そのことができません。 私たちが迫害に面した時に行うことは難しいのです。ローマの12の14ローーママのののあなた方は迫害する者の,のために祝福を祈りなさい祝福を祈るのであって呪ってはなりません。 イエス様が十字架に釘付けにされたときに、イエス様は釘付けにした人々のために、許しの祈りをしました。ステファーノも同じことをしました。人の,の,の7の60。では質問です。私たちは今、天の国に持つものでしょうかでは次の質問です。 私たちは現在、迫害されていますかアーメンと言っている人いるかもしれません。3番目です。では、どのように私たちはそれに反応しているでしょうか私たちが行うことが難しいとしても、私たちが迫害に遭ったときには、 覚えてきてください。1番目は何ですか神が私たちのことを覚えていてくださるのです。2番目は何でしょうか神が私たちの大きな報酬を与えられるのです。また以後の1 2人、また以後の1 2人、喜びなさい。 大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。神は真実のために迫害を経験した全ての預言者を覚えています。今日も同様に。 イエス様は確かに私たちのことを覚えていてくださります。私たちが最後まで耐えて、私たちが迫害する人々を祝福して祈るときに、イエス様が神の右に立っていたように、ステファノスが迫害されていたときに、 イエス様が神の右に立っていたように、私たちがギッとイエス様のために迫害されるときに、信じていてください。イエス様は黙っているのではなく、私たちのことを覚えていてくださり、私たちに気をつか、注目をしてくださり、私たちと一緒にいてくださいます。アメン。祈りましょう。 主を感謝します。主が私たちに祝福してくださりました。今日の勉強を通して、私たちがどのように主の御言葉を受けなければならないかを分かりました。私たちが天の国を所有する者となるように、私たちが迫害を受けるときには、どのような態度を取らなければならないのかということを勉強しました。主を私たちに能力を与えてください。今日から。 私たちが自分自身を訓練することができますように、私たちが喜んで祈ることができますように、そして最後まで耐え忍ぶことができますように、主の御言葉だけが私たちの御言葉だけを私たちが今日も受けることができます。主にお感謝します。どうか私たちを守ってください。どうか私たちが心と。 国のともに、私たちがいつも喜ばせる言葉だけをすることができ、望みと私たちの周りの人々に喜びと慰めを与える人になりますように、私たちがどこへ行っても平和を与える人々になりますように、死の名を感謝して祈り、今日の御言葉に感謝して祈ります。守エスの名を高めて感謝して祈ります。アメン 質問があれば、この YouTube のコメントの欄にどうぞご記入ください。また次回お会いするまで、この YouTube の他にも水曜日にも礼拝もあります日曜日も午前中、午後と勉強があります。また月曜日、木曜日、金曜日、すべて勉強があります。 これにすべてついていくことで皆さんが信仰において成長されますように、次回お会いできますように、シャロン、伝道しましょう。